女性からするキスっていうのは賛成派と反対派に分かれます、うん、女性からもキスしたいんですよ。チュッてしてすぐ去って帰る、うん、おとなしい人がこういうのやってもドキッとする。こんにちは、タブー視されている性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。滝本です。以前センスのあるキスという動画で手の置き場所を変えることで雰囲気がガラッと変わるのでそれを意識してみましょうということを話したんですけど、その時に女性からキスをするっていうバージョンも見てみたいっていうリクエストを多数いただきましたので今回はそれについてお答えします。問題点がありまして、手の置き場所では雰囲気が変わるので女性にはいろいろな変化を楽しんだりドキッとしたりしてもらえるんですけど、男性はあんまり雰囲気っていうものを求めていないと思うんですね、うん、男性の皆様って好きか好きじゃないかとか、うん、相手が可愛いか可愛くないかとか、うん、そういうところの方がなんか重要視している気がするんだよね、うんうん、男性って自分自身があんまり雰囲気求めてないから女性に雰囲気をこう作るっていうのを苦手な人多いよね。ああそうかも、うんうん、そうだね。これは大きな男女の違いで、女性は雰囲気やセックスが始まる前の工程がその後のセックスに影響を与えるので重視するんですけど、男性はすぐに興奮が高まってしまうからセックスに対して影響しないので雰囲気も工程も作ったところであんまり響かないんですね、うん、なので女性にとって有効なことが男性にも有効っていうわけではなくて、これは男女の性質の差となります。しかも男性からキスをするのは当たり前っていうふうに思われてるんですけど、女性からするキスっていうのは賛成派と反対派に分かれます、うん、まず女性からのキス賛成派の意見、たまにされるとレア感があってドキッとする、うん、自分からしてきたのに照れてると可愛いと思う、甘えたい時にしてくるのが可愛い、うん、そんなに俺のこと好きなのかって嬉しくなる。ある。分かる分かる分かるんだね。分かる分かる。そうなんだね、うん、女性からのキスは反対派の意見もあって、うん、男性の扱いに慣れてるのかなって思う。リードできない男と思われたくない、そういう雰囲気じゃない時にされてちょっと引いた。そういう雰囲気って何？例えば、うん、人通りの多い場所でするとか。女性は人目を気にしない人が多かったりするんだよね。あと見せびら化したいみたいなね、うん、男女の比重としては女性の方がちょっと多いかなっていう。え、そうかな。で男性も多くない、外でしたいみたいな人って。もちろんそういう人もいると思うんだけど、うん、女性って恋をすると盲目になりがちで、うんうん、彼氏が多少そんなにかっこよくなくても、うん、かっこよく見えてて、うん、人前でイチャイチャしてても、うん、見て私の彼氏みたいな、かっこいいでしょみたいな感じになってて人前でも気にならないんだけど、なるほどね、男性の場合って意外と自分の彼女がどのレベルかみたいなのを客観的に見てる人が多くて、うん、自分の彼女より可愛い女の子を連れてるカップルとかが外にいたら、うん、もう外でイチャイチャするのは避けるとかってね、うん、最低やけどね、うん、すごいわかるそうなの、うん、盲目になんないよね、うん、なんないかも。そっか、あるわ昔経験。本当そう、付き合ったけど可愛いってそこまで思ってなかったから、うん、外でイチャイチャしたいなってあんま思わなかったかも。うん、あとはね、勢いよくされて口が痛かったっていうこれでもちょっとわかるの、うん、女性って基本まあ男性より背がちっちゃくて、うん、まあ、力も弱かったりするから、うん、距離感とか力加減が調整しづらいんだよね。はいはいはい、はい、例えば背伸びして注意しないと届かないみたいな時に、うん、これぐらいだったら軽い背伸びで届くんだけど、うん、もう一踏ん張りしなきゃいけなかったりすると、あ、なるほど、ね、ついグッてやってバンみたいに当たっちゃうみたいな。ギリギリこうつま先立てて、そう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 、届くか届かない時とかね、うん、プルプルさせて確かにバンっていくかもね。そう、調整がちょっとしづらいっていうのはね、分かるんだよね。あ、なるほどね、うん、そんな風に反対派の意見もあるんだけど、うん、でもやっぱり女性からもキスしたいんですよ。できればいろんなパターンも作りたいって思うんだよね、うん、なぜかっていうと自分自身が飽きちゃうからワンパターンだと、うんうん、であといろんな自分の顔を見てほしいっていうのもあるんだよね、うん、じゃあどんなことが男性に有効かなっていうふうに考えた時に、女性からのキスは男性をその気にさせるためのきっかけ作りにすると、いろんなシチュエーションで有効に活用できるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん、なので本日のテーマはきっかけを作るキスです。では早速動画をご覧ください。
どうぞ。まずは関節キス。これ嫌いな男性多分おらんのちゃうかなって思うけどな。そうなの、うん、夏山からはさ、関節キスが未だにドキドキするっていう話をさ、聞いてたじゃない、言った。青春時代を思い出すというか、そうなんだね。そんなことない、まあ、青春時代からもそんなにドキドキしたことはないから、関節キスに。マジで、男性だけかな。じゃあ、気持ち悪いって思ってる今もしかしてそれ聞いちゃったら、そういう風に思う人いるんだったら、ちょっとやめとこうかなって思っちゃうかも。やめた方がいいよ、全然解説しない解説になってないからまずどこ向いてんねんっていう話だけどね、まあ、想定草原とかそういう時だろうね、そう、これね、実はツイッターの方でリクエストいただいたやつなんですよ、ポイントってこれ肩に両手をちょこんって乗せるところだよね。あざとくない、がいいよ。あざとくないのか片手やったらなんかそこまでやし、でも両手ってこうなるからちょっとぶりっ子みたいな感じになって、多分好きな男性多いんじゃないかな。で、そこからの唇じゃなくて、ほっぺに軽く、ソフトにチュッてするっていうのがいいと思う。やっててだいぶ恥ずかしかったよ。でしょうね。これはね、ぜひ使ってみてほしい次が帰り際のキスだね、こうやって袖、服かをグッて引っ張ってそのままチューして帰るみたいなね、服を引っ張るっていうのがいいと思います袖口をね。そう、ちょっとだけ引っ張ってるけど、なんかグーって引っ張るのもそれはそれでありやと思う。そうなんだ、結構グッてやっちゃって大丈夫、そう、いいんじゃないかなって思う。結構おっとっとってなるぐらい、ちょっとあざとい感じだよねこれも、ポイントがチュッてしてすぐ去って帰るこれちょっと僕のリクエストなんですけどでもね、そうなんだろうなって思う。そ
そうこのチュッてして、ね、そのパーって帰ったら、うん、こう男性こうはぁーって待ってくれみたいなさ感じになるんですよグダグダしないのがいいね。そう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 、さっと帰るっていうの、うん、そうなんか変にグダグダするのもちょっと嫌な男性多いと思うんよね、うん、ちょっとまだ帰りたくないみたいな、もうちょっといようみたいな、そう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 、いや今もう帰るタイミングやんみたいなさ、うんうん、時にこうツッチュバーってちょっと名残惜しいけど、うんうん、サササって帰るのが、ね、ちょっと振られた感があって、うんうん、いいなって思う。なかなかできないんだよね、ずっと一緒にいたいみたいな気持ちになっちゃうからさ、うん、グダグダしがちになっちゃう。あ、そうなんや、うん、ちゃんとな男性も次の日仕事があるから、うん、そこは考えなあかん。あ、そういうとこ、うん、そう、うんうん、次が動画とか YouTube とか見ながらの時のキスだね、うんうんうん、彼の方を見てなんか可愛いなと思って思わずチューしちゃうみたいなシチュエーション、うんうん、まあ不意打ちみたいな感じなんかな、うん、男性からするとね、うんうんうん、楽しい映画を一緒に見てたのに、うん、そっちに集中せんとこっちに集中してくれるっていうのがドキドキポイントやと個人的に思います。邪魔されて怒んない？うん、怒んないでしょこれは。大丈夫、うん、ちなみに女性がされても嬉しいよ。あ、ほんま、うん、次がかまってキスか。かまってですね、うん、かまちょですよ、かまちょ、ね、これはね好きな男性多いと思うんやけどな本当、まあ、これちょっと携帯2人でいる時に携帯いじってるから男性側ちょっとよろしくはないんやけど、ここですよ、ここ。そう、まあ、でもね仕事の時とかさやってる時にこういう感じで詰め寄られたらちょっと対応しちゃうかなみたいな。本当、うん、こう押し倒してっていうリクエストをいただいたからちょっと気にせずね。してないしてないね、一切。これね、やっぱすごいいいと思うよね。こうチュッてして、うん、振り向くまでチューし続けるみたいなのが、うん、もううわ可愛いってなると思うから、うん、このまま多分セックス始まってるでしょ絶対ちゃんときっかけ作りになってる、うん、なってるなってる。なんかね、ツイッターの方でも、うん、女性からするのもいいんだけど、うん、させるように誘い込まれるのもいいっていう意見をね、うん、もらったの。だからチューをせがむみたいな。あー、なるほどね。そう、それがね、うん、入ってるの。はい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 、チューしてよみたいな感じね。うん、うん、してほしいみたいな。うん、かわいいと思うこれ。そうなんだね、うん、そう、これはねツイッターの方でリクエストもらったやつで、うん、女性側から妖艶なね感じでね、うんうん、翻弄されるようになんかこう女性の方から首の方に手を回して、うん、キスしてほしいっていうのがあって、うん、なるほどね。そう、これだけ雰囲気ちょっと違うよね。うん、一気にあの大人っぽいというか、うん、はいはいはい、エロさが、うん、あるあるある。そう、こうやってね、なんかゆっくり動いてるから、うん、エロいなって思うし、うん、あとこれ結構密着してるっていうのがポイントかな。ね、だいぶくっついてるよね、これね。そう。こういうのさ、うん、この今回は私が全部やってるんだけど、うん、清楚系っていうか、うん、大人しい感じの人が、うん、こういうのやってもドキッとするもの、うん、あー、やっちゃダメだね。どこで覚えてきたみたいな。あー、そういうことか、うん、どうしたみたいな感じになるから、うん、ちょっと違うかな。そっかそっか、うん、最後なんだけど、これは彼が優しくキスしようとするのを制して両方を捕まえて今日は私からっていう風に言ってキスをするっていうやつなんですよ。うん、こっちがしようとしてそれをまず制されるっていうところで、うん、ちょっと不安になるよね男性側は、うんうんうん、でもそうじゃなくて私からしたいってことで言われてそっとキスされるから、うん、なんかすごいドキドキすると思う、うんうんうん、これめっちゃいいと思う。本当、どなたこれはね、うん、特にリクエストではなかった。え、滝本庵これ。滝本庵。あ、そうなんや、うん、あのいろんなお話をね、うん、他にもいろいろもらったんだけど、うん、それを、まあ、集約した感じ。へえ。女性から、うん、主導権を握られてされるのもいいっていう意見があったから、うんうんうん、いやこれめっちゃいいと思う。本当、うん、主導権の握り方がやっぱ、うん、いきなりガツガツっていうか、うんうん、ついてこいみたいな感じになっちゃうと、うん、多分引くんだろうなっていうのがあるから、うんうん、こんぐらいがちょうどいいのかもね。うん、なるほどね、うん、いつから今日は私からって決めてたんやろねいやもう最初からだよ、もう最初、うん、起きた時から。起きた時から
と思ってたんだと思うよ、うん、っていうのをなんか想像できて、うん、より可愛いなって思っちゃういつから思ってたんやって。そう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 以上7種類挙げてきましたが、女性からするキスのポイントは軽めのキスです、うん、今回男性からのリクエストでディープなものって一切なかったんだよね。でもはやもう口でも頬でもない関節キスまで入ってたから、はいはい、いや男性軽いキス多分大好きなんだと思うんだよね、うんそう好きやと思う、うんまあ、確かに一概には言えないと思うけど、うんまあ、でも女性も男性求めるものってさめちゃくちゃテクニックをこう駆使したものというよりも、うん、優しいキスとか、うん、ハグとか、うん、心温まるものと言いますかね、うん、心に響くものと同じで、うん、男性も女性に求めるものってもしかしたらそういうテクニック的なものよりも、うん、青春時代を思い出すというか、うんうんうん、そういうなんか可愛いなって思えるようなものかもしれないね、うんうんうんはい、ということで今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちなみにキス顔って気にする？気にせんかも。気にしないか、うん、なんかこの人キス顔やばいなって思ったことないから、うん、多分なんか全然気にならへんと思う。そうか、うん、あでも白目はちょっと嫌かも、うん、白目向いてる？そう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 、うん、でもそんなことないか。白目向くでなんかそれだけなんかキス気持ちいいって思ってくれてることかな。分かんないなんかそう思うなんかえそうじゃない分かん違うかそうなの、うんうん、もうどっか行っちゃってるってこと。そう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 それはすごい。そうだから別に白目でもいいか、むしろ白目の方がいいか。うん、キス顔はね気にならない。気にならないけどね、うん、気になる。私は、まあ、見ちゃうことある。あ見るんや、うん、へえ目閉じへんの？目閉じるけど、うん、なんかあんま興奮してないと、うん、相手の様子気になって目開けちゃったりする、うん、目開けちゃうとなんかさらに興奮下がらへん。うん冷静に見ちゃうよ。そうだな、うん、変なキス顔ってあった？だいたいみんなキスが変な気がえそうなん？そうなん？多分、うん、マジでやば気をつけよう、うん、あんま意識してへんかった自分は。うん